さくらちゃん。なんで、ガーラが、ガーラばっかりが、こんなんで死んだんじゃ、風かけだぞ。風かけになったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ！ん？お前ら砂の忍びが、ガーラの中に化け物なんか入れなきゃ、こんなことにはならなかったんだ！お前ら、ガーラが何を思ってたか、少しは聞いたことあんのか！何か、人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ！サスケも、助けらんねえ。ガーラも、助けらんねえ。三年も、必死に修行して、三年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。ジオバー様、その術は、なんだ、何してんだってばよ。ガーラ君を、生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと、本当にできんのか？ジオバー様、自分の命をかけて、ガーラ君を。くそ、チャクラが足らぬ。俺のチャクラ、使ってくれってばよ。お前、しかし、ガーラ君はアイスと同じ人中力です。だからこそ、助けずにはいられないんですよ。わしの手の上に、お前の手を重ねろ。くだらぬ年寄りどもが作った、この忍びの世界にお前のようなやつが現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって正しいことがやった。とできそうじゃ。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。お前はガーラの痛みを知ってやることのできる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやってくれ。ガーラ。ガーラ。誰だ？誰の声だ？ガーラ。この声、俺は知っている。ガーラ！そうだ、これは、あいつの。ガーラ！ナルト。これは、お前を助けるために、みんな走ってたんだってばよ。俺は、ばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に。違う。医療忍術なんかじゃない。転生忍術。千代婆様は死んだ。どういうことだってばよ。聞いたことがある。
自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。ばあちゃん。ナルト、千代婆様はお前とガーラに未来を託した。忍びらしい立派な最後だ。うん、ばあちゃんの思い今ならはっきりわかるってばよ。みんな、千代婆様に祈りを。じゃあな。おう。普通なら、ここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま